モンスターブラックホールは無数にあるブラックホールの中でも太陽の10万から100億倍の質量を持つとされる最大級のものです。東大の吉田直樹教授らの研究グループは宇宙の誕生直後にできたモンスターブラックホールについて、中規模のブラックホールが数億年かけて成長することをスーパーコンピューターの計算を使って解明したということです。アメリカの科学誌サイエンスの電子版で発表しました。宇宙の誕生直後にできたモンスターブラックホールの起源をめぐっては、天文学者の間で長い間謎とされていました。